はい、なんかお兄さんがね、あんな知らないみたいやけどね、なんて読むんだろう、こう難しい字やけど、はあ、すみませんね、申し訳ないですね。資料館とかなんかありましたよね、昔は。何、はいはい、知り面か、はいはい、ありますよ。あそこに行く時にね、はい、あの、そこから出たやつ全部展示しましたね。ああ、そうなんですか。このおたくのところに出たからね、同じもんは何個も、あれ、意味ないから。これは生い立ちなんか言うたら、はい、いや、もういいですか、人骨も出たからね。ああ、なるほど。持って帰って、そっちの方で道なき道ですね、これは。これはちょっと無理話すのしょっても、これ、普通はそっちに道ついてませんけどね。うちの山やから、やっぱ手入れしに行かんとあるんで、こう通ってしまうの。入れてまんのね。ああ、そうですね。巻き継ぎなんで危ないからね。全て危ないと。それはもう、誰も行けずに、ここまで通ってしまうの。だから土でこんまりできたやつ、それから石灰、石の石灰になっているところがパーツ。はい、これや、かけるかな。こんなとこ行くんかあかんからね。ああ、これはあれで、ね、リシャコで、なんでこんな人置いてあるかいうから、はい、皮膚をつけて、ぶっ探しとるからね、これ入りまんねん。ああ、そうですか。ここが、その上がね、はい、土でできた古墳で、はい、これが石棺が出てね。石棺が出たんですよ、これ。本格的にね。おお、はい、大きいですね、これは。まあ、あこ置いてみたら、そう、中入らはって、全部すみません、はい、見に来たら、よろしいですか。これ、全部看板置いてらっしゃるんですか。これ、1、2、3、4、4号まであります。4号まで、うん、で、ここに石棺が入ってたんですね、もともとは。あ、これ、ここにね、真ん中にね。これは、6世紀ぐらいですか。いや、そんなことはもう分かりませんよ。そんなことは全然。いや、アボさんって聞いたことおましたやろ。阿保さん、はい。あの人は要するに柏原のその歴史資料館の所長やってる時に掘りに来た。掘りに来たんですか。いやー、いいね、この石棺。最後はなんか石棺あったらね、関東科大学の先生になったとか言って。はい。いろんなところに古墳のことやって来てありますね。ああ、すごいですね。ありがとうございます。こんなとこ、ここちゃんと石でできた石棺おましたよ。ここに本当あったんだね。あったんやけどね。それは残ったのそれだけでね。みんな持って帰りおりましたよ。戻れたんですか。要するに、いや、その資料館違いますね。資料館なくて、他の連中は一般の人間が、その重たいやつを、いや、それね、はい、勝負にね、はい、競馬や何かの、それに、はい、なんかする、なんか使ったらね、はい、入んねえとか言ってましたけどな、ある人は。それがあると、それがある、持って帰ってあったら。ああ、なるほど、ええ、縁起もやったんやね、ええ、あ、これがちょっと大きい石では大きいやつね、はい、一番大きいんですね、ええ、これでここまで、こう先導はこう石ちゃんと組んであるね、これね。そうそうそう、残ってんやな。これでもだいぶ掘って完全に下までいかんで、諦めて、はい、あらりたから、その柏原考古学のこの掘ってくれはったんね、これ。ね、はい、これで同じもの何個もあってもしゃあないから、なんか、この武器とかいろいろね、はい、飾っとくから、今のよろしいですって言う。なるほどね、はぁ、あ。これもこういうのな、これ。ここがね、はい、あれ、ちょっと小さい方の石のあれ。みんな、上の方、これ、
あれにはあのさっきのハンマーがこの上に乗ってましたよ。うわすごいすごい。あ、看板が、じゃあここにあったんですね。ここ立ってます。はいはい。みんな潜れてますよね。潜れてもって、時間経ったから。うん。あら、これも綺麗ですね。これは、これも綺麗。分かってます。これは、おお、綺麗よ、これ。おお、すごいすごい。おお、綺麗に組んでくれてるわ。勝手に掘って持ち帰ったんかって。もう何もなかったんですか。はい。ああいい。ああいいね、はい。ありがとうございます。色見せてもらって。すみません。本当にありがとうございます。もうみんなねこれを間違って覚えてますよ。この古墳のね見たい言うて誰も取れないから。あの途中でみんな帰ったりね。帰ってるんですわこれ、はい。ありがとうございます。うん、その頃はこれ石が見えなかったんですか。まだその頃は。その頃はまだそのそうだね。な石植えてる時はもうこれなんか盗難に落とったからだいぶとあの下の方まで大きなバーンと開いた。まだ開いてましたか。ええ、あそうですか。ええ、あら大きくなってましたねこれも。ええ、もうこんなんはね。ああ。真ん中腐っとるから切らんとあきまへんね。あまだ腐ってますこれ。ええ、腐ってますね。なんか皮がね剥げてね。はい、ありがとうございます。すみませんね。いい。だから、これは偉いところにあるからね。ああ。それは来れませんわ、みんな。私もナビ見て、どうしようか悩んでましたからね。さあ、もうこんなとこ、かまない、なんなに持ってこんとね。ああ。まだ今は冬はまあ全然見えへんけど、もうどこ減るよりもある。そうですか。寒いやつね。はい。それなら夏場に来たりしてね。夏場はちょっと入りませんねこれは。うん。来てね。えらいすみません、ありがとうございます。この石もそのあの塊ですかこれ。いやいや、それは多分ね。はい。これ作るのに運んできたんでしょうろ。それけどその寸法があんかなんかで。あ、じゃあ一回持ってきたね。使えなかったらいいですかねこれ。そうですよ。ああ、なるほどね。それはどういうわけか、あくまで落ちていかれへんなんかな、知らんけどね。はい、大石の大きいの。これね、多分なんか何のどういうことで、ここはほっからかしたか知らんけどね。あ、ちょっとしたら使えなかったかもしれないですね、これ、形が。そうね、いい形しとるけどね、これ。横にちょうど切ってあるから、速度に、先導に使えるけどな、これ。ね、わしら素人目にはうまい。その時の量は、ああ、ただ昔の人は根性根性ね、なんて機械よくやる、ね、なかなかこれは大変ですね。こんなところね、ええ、わしらこの斜面歩いてるのあのへっぴり越えて歩いてるのにいっぱいありますよこれ。ヒノキばっかりですよここ。そうですよ、もうせやけどあんなっけなかなか、あれでしたろ。えらいとこでしたろ。ああ、レアですわ。私も大概いろんなとこ回っとるけど。レアでございます。落ちたいけないとか、いろいろ来るから。ああ。いけるけど。これはもう。石が多い、この辺にも。これ痛めた。竹がそれからね、竹が。
あら、引っかかってる。引っかかってる。はい、ありがとうございます。はい、なんとか行って帰れました。はい。いや、大変だ。大変ありがとうございます。うん、ああ、やっと正解しました。はい、ありがとうございました。ハンドビラ。5分後でございました。ありがとうございました。